どうもーどうもですどうですか調子はギリギリですか人生ギリギリですか人生ギリギリの人はぜひ見てみてください。今回ですね。まあ、あの、ちょいちょい言ってきたんですけど、あの、ドリームアカデミアのアドバンスコース、こちらですね。20万円値上げキャンペーンですね。 まだ値上げしてないんですどね。今回の募集が終了したら20万値上げします。で、なおかつ一般での、えー、この販売、ご案内は、もうあの、終わりです。終わり。今後に、まあ、あの、20年のサポートついてるんですけど、この20年の間一回ももうしませんと。だからもうこれが最後ですね。で、なんでそういうふうになってきたのかっていうと、なったのかっていうと、まあ、昨年ですね、トライアルコースみたいなのを作ったんですよ。 ね、まずはトライアルコースみたいな。なんでまあ今後はその、えー、ドリ僕が運営してる塾に関してはトライアルコースのみご案内してでトライアルで、えー、実際にこうやってみて本気でその後やるのかやんないのかっていうので本気でやるっていう場合は、まあ、アップグレードコースっていうことで、まあ、トライアルコースをね本コースみたいな感じでご案内みたいな形になっていきます。はい、で一般募集このアド今回ねアドバンスコース一般募集でこうするんですけども でまああの何すかねアドバンスコースって何なのとかねとあの本コースって何なのとかトライアルコース何なのっていうことに関しては、まあ、後半を説明していきますんで、まあ、とりあえず、まあ、やる気ある人はねあの入っていただくといいと思います、まあ、やる気あるというか、まあ、情報ビジネスコンテンツビジネスをやっていきたいっていう方はもう全部入ってますんで,であとサポートもね20年です 僕今40歳ですけど、20年サポートもありますし、あとはなんだコンテンツもね、常に追加してますので、うん。で、今回のテーマはですね、まあ情報発信ですね。これからの情報発信。まあご存知の方もいらっしゃいますけども、チャット GPT、ちょっと言いづらいんですけど、チャット GPT、GDP が出てきてね、シンギラリティですよ。 すごい AI の進化がね、今後、この数年ですげえことになると思うんですけど、この前 TikTok の切り抜きか、ショート動画の切り抜きかなんかで、なんかその DAIGO さんと青白王子がなんか対談してるやつを見たのかな。なんかもうあの、情報発信もう無理ですよ、みたいなね。<laughs> 情報発信もう無理ですよ、みたいなね。まあそれはまあ、変わっていくだろうなとは思ったんですけど、逆を言うと僕は、どう、どう思いますか この前ね、あの泊まりに来てくれたんですけど、あの僕のね、あの,その今コンサル受けてる方なんですけど、で僕を選んでくれた理由がね、吉田さん、やっぱその、ちょっと言葉も悪いかもしれないですけど、個人商店みたいにやってるんで、みたいな。<laughs> その、まあ、どうですか。他の発信者と比べて、結構こじんまりしてませんノー編集だし。<laughs> だから、 あのもちろんね世の中の流れってありますあるんだけども一部は僕は残ると思ってるんですねでそのその泊まりに来てくれた人と最後ねラーメン屋行ったんですけどそこのラーメン屋ね50年以上続くんですよ続いてるラーメン屋さんなんですよ50年ですよ50年以上ビジネスしてるんですよで店内にまああんま汚いんですよ、ね、<laughs> 古びたあの古びた扇風機があったりとか だけど、お客さんね、ひっきりなしに来てましたね。で、なおかつ、あの、食券があるんですけど、あの、ラーメンしかないっす <laughs>。で、ラーメンの中と小と大みたいな。まあ、あと、チャー、あと、すみません、チャーシュー麺あるか。チャ普通のラーメンとチャーシューラーメン。これしかない。ね。他のね、吉野山今、鶏肉売ったりとかしてましたよね。牛丼屋じゃないのか、みたいなね。<laughs> 美味しい鶏肉、みたいなね。 フランチャイズとかか。いいろんななやってるじゃないですかそこのラーメン屋さんは50年以上やってるんだけどもあの、まあ、店内もねあんまき,きれいではないですいまだに食券現金です現金のみ食券ラーメンチャーシュー麺終わり <laughs> それで50年ですすごくないですかだから一部は、まあ、そ,このそこにねこう来るわけですよ うん。まあもちろん時代の流れでね、多分情報発信の、まあこれからの情報発信っていうのは時代とともに形は少し変わると思います。ただ一部は残りますよっていうお話です。一部ね。だどんなにフランチャイズが増えたとしても、どんなにそのスタバみたいな綺麗なねお店が増えたとしても、ね、街のね、この街の一角にあるこの小さいお店ですよね、小さなお店。マスターみたいな。これは残ります。<laughs> で、僕がドリームアカデミアで提唱してるのは本当にこれなんですよ。このスモールビジネスですね。スモールビジネスやりましょうって話です。ね。あの、いや、吉田さん、僕はスモールじゃなくて、日本に多大なる影響を与えて、多大なる、うん、目立ちたいんです、みたいなね。まあそういう方はちょっとドリアカじゃないので、あ、スモールです。スモール、スモールビジネスですね。スモールビジネスです。まあこれも本当によく言うんですけど、 このスモールビジネスで月収100万可能です。はい。てか、このね、スモールでやった方がめちゃくちゃいいんですよ。マジでスモールでやった方がいいです。まあ、なぜスモールでやった方がいいのかっていうお話ね、どんどんしていきますけど、まずなんで月収100万いくのかっていうと、まあこれ数式ですよね。例えば、35万円の商品を3名ですかね。3名に売るといくらですか ?105 万円ですかね。105万円。 30万円だと、えー、90万ですね。この前ね、なんかその、えっと、ですか、あの、塾、バックエンドが売れないんですよっていうね、お問い合わせいただきまして、まあ、セールスレターとかアドバイスしたんですけども、その方は、あの、吉田さん、バックエンド売れましたん塾売れましたって。で、30万ぐらいの単価を3名に売れたら,ばらしくて、90万の売り上げが上がりましたって言ってましたけどね。もう3名ですよ。スモールですよね。どうすか。<laughs> 1万人とはいらないですよ。3名です。 もう3名で大体100万ぐらい行くよと、このぐらいの価格は扱えればね。じゃあ、このぐらいの価格を売るためにはどうすればいいのかっていうと、濃いファンをこう作っていくことですね。濃いファン、濃いファンとかね。まあいろいろテクニカル的な部分は、まあドリアかド教えてますけど、まあざっくり言うと濃いファンですよね。濃いファン。まあとにかく信頼関係ですね。お客さんとの信頼関係。はい。これを作っていくと。 しっかりとこれを作ってって、えー、まあ、バックエンドもしっかり売ると。もちろん、バックエンド以外の商品もね、売るやり方とか、いっぱいいっぱいありますけどね。まあ、もう、100万を目指すんだったら、これが一番早いので、うん、100万クラスを目指すんだったらね。例えば、いや、吉谷さん、ちょっと、高いの僕自信ないですよっていう場合はですよ、これ数式の問題ですから、例えば、5000円の商品。どうですか、5000円の商品ぐらいは頑張ってほしいんですけど、5000円だったら、えー、ですか、えー、じゃあ、5000円だったらどうしようかな。 うん40名ぐらいにしときましょうか5 0五千円40名これは20万ですねはいかける5ですねかける5回かける5回これかける5回ですね、はいはい、5,000円かける40名で20番これをかける5回やると100万ですよね で、まあ、これ売り方いろいろあるんですけど、例えば5000の商品を買ってくれた人に対してアップセルで何個かかますとかね。まあ、まあ、やり方はいっぱいあります。ただ、これぐらいの数式でいくってスモール。40名って数めちゃめちゃ大きい方ではないと思うんですよ。どちらかというとスモールですよね。で、まあ、20万出ます。で、それを5回繰り返す。でその5回の繰り返し方も、これを売った直後にアップセルで出すのか、もしくはこれを買ってくれた人に、えー、なんですかね。 バックエンドを売るのかとか例えばこの40名に対してじゃあ35万は難しいけれども40名に対して10万円の商品をバックエンドを売るとかねそうするとこれ8人40名中8名買うと10万 ×8 名で100万ですねこれ20万円とこれで80万円ですから足して100万ですよね40名に対して10万円のバックエンドを8名制約しました20万足す80万で100万ですよね はいああ。吉田さん、10万円はちょっと。じゃあ、40名に対して3万円のバックエンドを売りましたと。まあ、これもう計算してくださいって話で。もしくは、バックエンドじゃなくてアップセルとかね、ダウンセルとか、まあ、いろいろあるんですけど、その細かいテクニカルな売り方とかやつは全部ドリアが入ってますから。まあまあまあ、このスモールでやると、まあ、何がいいのかっていうお話に戻ると、結局、このスモールビジネスをやる肝っていうのはどこになるかっていうと、ここに時間を使えるかなんですよね。ここに時間を。 ここに時間を投入できますかというお話なんですよね。でも人数が少ないからグッチョブなんですよ。できるんですよ。人数が少ないからできるんです。<laughs> で、あとは自分のライフスタイルですよね。自分のライフスタイル。僕は一人で稼ぎましょうということを提唱してますので、ライフスタイルですよ。ね。一人で稼ぎましょう。一人で月収100万行きましょうっていうところなんですよ。 でこれが例えばお客さんが100名とかねまあじゃわかりやすく1,000名とかにしときましょうか1,000名とかね1人で1,000名のメール対応してたらどうすか1日1,000通コメントが来ます1日1,000通メールが来ますそれを対応してたら自分の自由な時間ってありますかどうすかこれね本当に考えればわかるんですけど ちょっと数式に出しますね、数式に。自分の時間っていうのは限られてるわけじゃないですか。自分の時間は限られてますと。じゃあ、1000人の、まあ、1000人をビッグビジネスと言っていいのかわかんないですけども。<laughs> じゃあ、1000人のお客さん。ね、サポートですよね、サポート。 自分の時間は限られています。じゃあ、これ一人当たりですよ。一人当たりかけられる時間。1000人に対応するってなったら何分すかね5分。ちょっと待って。これ掛け算ちょっとあれですね。5分かける1000人。5分にしたとしてかける1000人。これいく、何、何時間ですかねまあ、ちょっとすみません。検査してください。まあまあな時間になると思います。だけどですよ。だけど、 あの、これがね、ご、あの、お客さんが、まあ、スモールでね、さっき3名とか言ったじゃないですか。3名で100万いけますよと。で、3名、3人。これ何分かけら、まあ、これちょっと計算してほしいですね。<laughs> これ何時間だこれた、たぶんですよ。これまあまあ、30分とかね。30分かけたとしても、えっ、ー、と、1時間半ですか。1時間半かけられますと。 一時間半で一、えー、人当たり30分対応できます。でもこっちは一人当たり5分、もしくは3分とかね。ってなると、じゃあ、この3分のサポートでね、もちろん的確にできればいいですけども <laughs>、なんすかね、結局人間と人間の関係性ってどういうふうにこうなってるのかっていうと、ある一定の接触回数、 だったりとか、ある一定の時間っていうのは絶対的必要なんですよ。もちろんですよ。一部の人たち、一部の方はね、スピード婚みたいな感じで、もう出会った瞬間にこの人だ、結婚みたいな、たまーにありますよ。たまーにあるんだけども。<laughs> それは本当にたまーにで、ほとんどは1、2年の接触回数、1、2年の時間っていうのが必要で、その後それを得て、あの、結婚なんですよ。あ、そう、バチラー知ってます 今年だったかなそのバチラーの高校さん高校生なのかな結婚したらしいですね。結婚したらしいです。おめでとうございます。僕は見てました。あ、バチラー好きなんですけど。<laughs> まあ、あれもバチラー終わってから多分1、2年交際したのかなだから要は、これが必要なんですよ。このファンを作るためにはね。だから、人数がお、逆に言うと人数が多いと濃いファンを作りづらくなります。一人当たりの時間が減るので。 1> 1人当たりのの時間が減るのでね。なので人数が少ない方が1人当たりのその接触回数だったりとか接触の時間を増やせるので結果的に濃いファンを作れてその何だ少ない人数でもしっかりとコンバージョンを上げられてしっかりと売り上げをある程度確保できるっていう話です。で僕はこっちのビジネススモールビジネスを本当に推してます。だ潰れななないい高架下の居酒屋なんです。だからイオンモールみたいな ビジネスモデルではなく、高架下の潰れない小回りきく、あの、居酒屋です。おっちゃん、おでんあるうん、あるよ、みたいな、ね <laughs> まあ。そんな感じです。よくなんか、その昔のトレンディドラマとかあったと思うんですけど、なんかガタンコトガタンガタンガタって下にね、その、ちょうちんがあってね。マスター、みたいな。あ、あるじゃないですか。まあ、ちょっと今の若い子はわかんない。見 <laughs> てないかわかんないですけど、あ、ありましたよね、昔ね。そういうの、結構。あんな感じです。まあ、あれでいいと。そう。 だから逆を言うと、なんかその、第五さんクラスとか、第五さんとかに10万人とか15万人とかいるんですかね、ニコ生会員。あと、キングコング西野さんとか、もう何万人とかいるじゃないですか。だから、あれぐらいの成功したいとか、あれぐらい、まあ、あとは前澤社長さんも20万人ぐらいですかコミュニティ。だあれぐらいの規模でやっていきたいんだったら僕じゃないので、すいません。すいません、全然僕じゃないです。 で、ちゃ、YouTube もチャンネル登録なんか1000万目指すとかね、100万人目指すとか、ね。なんかそういうのは僕じゃないので、あの、他言っていただくといいと思います。僕はこじんまり、もはや、もはや、ひっそり稼ぐっていうね。ひっそり。だからもう、目立つ、目立たずね。目、目立ちたいですか目立ちたいですか有名になりたいですか僕はね、別に目立ちたくもないし、有名にもなりたくないです。はい。だって目立つと大変じゃないですか。 でも、ある一定のリーチは必要なんで頑張り、頑張ってますよ。動画本数とかいっぱい撮ったりとかやってます。それはある一定のリーチ、集客は必要ですから。ただ、対応する人数ですよね。これぐらいっていう感じです。で、今後は、逆を言うと、これをできないと生き残っていけないと思います。で、なぜならばですよ。これも理由があって、時代は変わってます。これができないと、情報発信マジで生き残っていけないよっていう、明確的な理由。 があります何だと思いますこう時代ですからね。いやーね <laughs>。あの、ほんと時代ですよ、マジで。これできないとマジで生き残っていけないですよ。逆を言うと僕は、俺の時代来たなと思ってるんですけども、ね、ドリアカでこれスモールビジネスを教えてるんだね、僕はね。なんでかっていうと、ご存知の通り、生まれた瞬間、今の時代、令和時代、生まれた瞬間、生まれた瞬間、生まれた瞬間、 生まれた瞬間、スマホ時代です。スマホ世代とも言われてるんですけどね。まあ、今後はスマホじゃなくなるかもしれないですがスマホ世代です。スマホ世代。よくスマホ世代って言われてたと思うんですけど、ぶっちゃけ今の時代何かっていうと、SNS 時代です。もうもはや。<laughs> まあスマホを使って SNS 世代、世代ですよね。SNS 世代ですよ。ね。昔は、 本当に昔はね、一家にパソコン一台っていう時代だったんですよ。ね。昔はね。<laughs> 今は小学生でもスマホを持ってたりとかしたりとか、もう、もう、全国民 SNS 時代にガラッと変わっていくわけですよ。それはそうですよね。生まれた瞬間からスマホがあって、生まれた瞬間から SNS があって。で、小がもう、もはやね、もう、小学校の中でね、多分、 ああインスタやってないのとかね。TikTok やってないのみたいな会話が普通になってるわけですよ。まあ、すみません。小学校潜入してないんで分かんないですけど。まあ、まあ、100歩譲って高校生クラスはもう、もう100%その、あれですよね。TikTok 何撮るとかね。インスタ、ど、これどこで撮ったのみたいな会話でしょうね。多分ね。高校潜入してないですけど。てか、この世代が情報発信をしてるんですよ、今。で、この世代が大人になるじゃないですか。で、この下の世代も、 この下の世代も <laughs>、もうもはやそうですよね。だからもうね、あの、今の若い子すごいですからね。その、そのインフルエンサーみたいなね。インフルエンサー。インフルエンサーみたいな。小学生で100万人のインフルエンサーです。出てくるでしょうね。もう出て、ユタポン君どうなったのかなまあいいや。<laughs> ユタ君ポン君みたいにも言いましたけどね。だからもう、これがライバルになるわけですよ。勝てます。<laughs> 僕ね白旗ですすいません完全なる白旗無理よその生まれた瞬間からスマホ持っててもう小学校から SNS ガンガン使って発信してるやつらに勝てねえよそりゃこれライバルになるからね戦えます <laughs> なんかあの大谷翔平と戦うようなもんじゃないですか絶対勝てへんやみたいな <laughs> どうっすか でもライブ、情報発信していくと、これがライバルになるんですよ。さらに。先ほどね。さらに。さらにです。一番最初にも言った通り、この SNS、スマホ世代、SNS 世代の脅威、インフルエンサーの脅威、プラスアルファ、プラスアルファ、AI の脅威ですよ。ね。AI ね。そう。 AI の脅威です。で、この AI の脅威に関しても、ぶっちゃけこの SNS 世代、スマホ世代がこの AI を使,使いまくってます。だから、AI を使いこなしてる奴らがもう若いんです。だから、この AI の使い方もすごい、めちゃめちゃすごいですよ、今。今ね、TikTok とかで僕リサーチして若い子がいろいろやってるんですけど、こいつら、すげえなと思って。<laughs> どうすかなんかね、今のね、すいません、年配の方はね、 AI って何ですかとかね。チャット GTP 何やのみたいなね。話じゃないですか。もうガンガンこれ使ってますから。じゃあ、じゃあ、このスマホ世代、SNS 世代で、こういうその、ね、IT リテラシーというかね、ネットリテラシーガンガンあるやつが AI を使いこなしたら勝てますかもう,もう無理よね。だからこそスモールビジネスなんです。個人商店なんです。だからこそスモールなんです。これを極めろと。 もうこれぶっちゃけるとこれしか生き残れないです僕が思うにねで分かりますよねだってすいませんあのどんどんあのみんなお亡くなりな <laughs> 申し訳ないですけどお亡くなりになってきますからこの世代が上がってきますからねただね日本は少子高齢化みたいなね出生率を落ちてるのであれかもしれないですけどで,でもどんどん時代は変わりますからねもはや全員が日本の人口全員が まあその時は僕死んでると思いますけど、まあいつ、いつの日かですよ。必ずなりますよね。日本人全員が生まれた瞬間からスマホっていう。っていう世代間に交代していくわけじゃないですか。どうすか。生まれた瞬間から、えー、ロボットがいますみたいな時代になっていくわけですよね。そう。だからまあ今後生き残って生き残り戦略ですよね。 でも月収100万いけるっすよ。こうスモールでも月収100万いけ,るいけますから、このね、スモールビジネスを極めろって話です。スモールビジネス。これから生き残っていくためにはマジでスモールビジネスです。マジです。マジで本当これ一択しかないと。僕は予測してます。信じるか信じないかは、あなた次第。あなた次第です。いや、でも、嘘だ、嘘じゃないですよね。 いやでもライバルになるんですよ情報発信してって集客していくとねねこいつらライバルですよやばいですよまあこいつらっていうと表現があるかもしれないですけど若い人たちねすごいんですパワーもあるしねそうだからまあ今後のことを考えると本当にこのスモールビジネスで一人一人の時間だったりとか接触回数が増えるようにスモールでやらないとそれを増やせないんですよ物理的にね 先ほども言った通り1,000人に対しての一人当たりの接触回数1,000人に対応しての一人当たりの接触時間とそうそう分かりますよね、うん、だからもう小,く小さく濃くやるっていうこれが本当に生き残り戦略ですしプラスアルファ自由を確保するってことですね自分の自由を自由のライフスタイル自由のライフスタイルを確保するってことです どうですかねあの、お客さんの対応に追われる日々ってきつないすか <laughs> で、あとはね、このスモールビジネスのめちゃくちゃいいところ。これね、めちゃくちゃいいところ、あの、本当にいいっていうね。もう、もはやもう仲間内みたいなんで、なんかファミリーみたいな感じですよ。ファミリービジネス、ファミリービジネスはちょっとあれかな。なんかね、あの、楽しいまあ、一言で言うと、あの、和気をいしてて楽しいですね。楽しい。 はい、楽しいです楽じゃないです楽じゃなくて楽しいんです、はい、みんなね楽を求めるんですけど楽しいライフにしましょうわ <laughs> かりますみんな楽なも楽な儲け方を探す傾向ありますけど楽しい稼ぎ方を楽しくやっていきましょう <laughs> 楽しいと楽ってね同じ感じだと思うんですけど楽しいでやればいいと思うんですよね 58歳ですよ、58歳。ありがたい、僕のパイセンですよ、18年ですよ、僕が本来だったらね、土下座して、その人生教えてくださいみたいな話ですけど、58歳のパイセンがですよ、パイセンが、ね、僕のとこ泊まりに来ていただいて、一緒にお酒を飲んでですね、顔の字で寝て、ないですよ、なーな、ない。 <laughs> まあすごい面白かったですこの前僕、ね、勤務研究所みたいなお酒飲みながらメンバーシップやってるんですけどそこの勤務研究所のメンバーシップもめちゃめちゃ濃い人で集まってるので楽しいですわこのねちょっとこ,この,そそのライブ中ねその、まあ、あのヒデさんっていうんですけどヒデさんがちょっとあのションベン行ってきたんですよでションベンでジョロ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 みたいなねそのションベンを鳴り響いてでそ,のそのチャットがもう爆笑する あの、しょんべんでこんなに笑ったの初めてですみたいな。しょんべんだけで笑える仲間たちですよ <laughs>。だからね、楽しいです、非常に。うん。だから、あとは、まあ、この楽しいと、今の話でちょっと掘り下げると、なぜ楽しくないのかと。人生楽しいですか人生楽しいですかどうですかどうなんですか人生が楽しくない理由ってわかります人生が楽しくない理由。人生が楽しくない理由は何でしょう 人生が楽しくない理由。人生。人生楽しかったら僕の動画見てないかもしれないですね。幸せに満ち溢れてますっていう方は僕の動画見てないかもしれないですけど。人生が、人生が、なぜ楽しくないのかと。いや、吉谷さん、お金がないからですよっていうのもあるかもしれないですけど、これね、僕、明確的に一つ言えることがあると思います。明確的に。明確的に一つ。 特にこれは会社で働いてる人なんですけど付き合う相手を決められないってことかですね付き合う相手相手を自分がき決められないとこれがね楽しめない一つの理由なんですよ要は会社行ってて会社でどうですか 上司を決め、あなたのつく上司をきあなたが決められますか同僚をあなたが決められますか社長をあなたが決められますか決められないです。もう決まってるんです。で、決まってるこの箱に入るんです。ね。会社という組織、こう決まった箱。ね。会社が決めた人事が、部署あります。そこに配属されます。そして人間関係です。そこそ、そしてその、ね。あの、お疲れ様でした。上司みたいな。 そ,そこでこのぐる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 こるのなんかあるわけです。ね。会社の中の闇です。大人の闇っていうのがね、あるわけですよ。<laughs> これ、これ人生楽しめない一つの要因だと思いませんこれ自分で決められないですよ。会社が人事ですよ。社長決められます自分が採用決定権あるんですか自分が部署、自分が好きな子いけるんですかまあ中にはね、いける会社もあるか分かんないですけど、ほとんどが、 お前ここ行けとお前やっとけとかねやりたくない仕事もめやりたい仕事とかやりたくない仕事も自分で決められなくないですかだから要はまあ付き合う相手もそうなんだけども基本的に自分の人生なんだけど自分で選択できないっていうのが楽しめないっていうところが一つです例えば旅行だったら分かりやすいんじゃないですか旅行まあ飲み屋でもいいですかね飲み屋にしましょうかサラリーマンで じゃあ上司がいますまあ今はすみませんこう古いね僕ね上司がね飲みに行くぞみたいな飲みに行くぞみたいな、まあ、昔だったらはいはいみたいな感じですよね今はねえそれ給料出るんですかみたいなねすみません時代変わってるんでねえ上司それ飲み屋行くと給料出るんですかみたいな時代になってきてましたけど <laughs> 飲みに行くぞみたいなのあるじゃないですかでこの決定って上司ですよねこのけこ,このこの決定っていうのは上司がしてます決定ね 意思決定だから自分がね自分が好きな上司だったりとかこの上司憧れてるぜみたい上司とあこの上司かっこいいなみたいなこんな仕事できる上司とちょっとお酒飲みたいなとちょっとなんかいろいろ聞きたいな上司すいません今日はあの空いてますかみたいなええよみたいなあありがとうございます それは楽しいですよね。それはワクワクするんですよ。いや、今日やった上司とお酒飲めるみたいな。どうやって売り上げ上げてんだろうみたいなね。それは楽しいんですよ。自分で決めて意思決定してね、誘ってるから。これはしんどいですよ。行きたくもないのに。<laughs> はい、わかりましたっつって。あマジか。今日予定入ってたのにみたいなね。言えないですよね。しんどいですよ。自分で、自分の人生なのに自分で決定ができないってことですね。 だこれが全然しんどいですよね。うん。だけど、自分で情報を発信して、このスモールビジネスができれば、お客さんも選べます。付き合う人、お客さんと、その、濃くなって、お客さんとその、まあ、こういう人と付き合いたいと思うのは選べるし。まあ、自分でビジネスやってますから、自分の決定でいくらでもできますからね。だから、たスモールビジネスっていうのは、自分でもビジネスをやっていく、スモールでもやっていくんだけども、なんすかね、お金以外の部分でも、 自分のライフをより楽しくさせることができるんですよ。でもこれを自分でビジネスやらなければずっとこの箱の中でもがくだけです。箱の中で人間関係に疲れる。この箱の中でしかアッパーがない給料で不平不満を言うという人生のままで終わってしまいます。なので自分で今すぐビジネスやるべきです。で、どんなビジネスやるべきなのかっていうと僕がお伝えした通りスモールビジネスからやるべきです。 で、しかも僕が教えてるこのスモールビジネスは、扱ってる商品っていうのがコンテンツビジネスです。コンテンツですね。コンテンツビジネスです。コンテンツね。はい。このね、あらりが高いです。あらりが高い。あざわす。あらりが高い。あざわす。あらりが高い。あらりが高い。あ,いあざわす。 昔ね、ホリエモンの儲かる4原則みたいなのありましたよね。あらりが高い、在庫がない、サブスクができる、なんだっけな、な、なんかあったんですよ。まあ、コンテンツビジネスは全部それ入ってます。ね、あらりも高いし、在庫リスクもありません。この前ね、あの、熟成さんと、あ、コンサル生、熟成熟にも入ってくれてるし、コンサル生、コンサルにも入ってくれてる、あの、K さんですね。K さんがね、その輸入転売だったかな。カメラを20万で買って、海外にこう出したときに、 あの、郵便局から電話って、なくなりました、みたいな。でも、保証あります。保証あるんですか ?6000 円です、みたいな。だから19、えー、19万、19万4000円赤字ですね。はい。まあ、そういうのがないんですよ。あらりが高いです。デジタルコンテンツ。デジタルコンテンツですからね。あと、腐らないですよね。腐らない。まあ、これもよく言いますけども、まあ、僕もね、昔の商品、未だに売ってます。 5年前とか6年前の商品もずっと売ってます。腐らないからです。わかります銀座とかのね、有名のね、寿司屋、その場は5000円の価値はあるかもしれない。どうですか ?5000 円の価値はあるかもしれないですよ。ザでね、寿司食ってね、回らない寿司屋ですよ。だけど、その板前がね、パンって握ったお寿司も、1週間後放置したカビで腐って食えないんですよ。 デジタルコンテンツは腐ることがないです。劣化しないです。ね。昔はビデオテープとは劣化しましたけどね。ビデオテープは劣化した。<laughs> ビデオテープは劣化しましたけど、今はあの MP4 とかね。MP4 とかね。あの MP3 とかね。これずっと腐らなくないですかこれはね、すいません。昔はね、ビデオテープはね、切れちゃったりとかね。 <laughs> あの、ですかね、なんかこう、しわ、あの、ビデオテープ、VHS 世代はわかると思うんですけど、こうなんか、絡まるとかね。で、で、カセットテープは、カセットテープ知らんでしょ、今の子。カセットテープ、こう、ぐちゃぐちゃになったやつは、鉛筆でこう、ぐるぐる回すのね。あったでしょう。鉛筆でぐるぐる回して <laughs>、こう、ちょっと、こうやるみたい。まあ、今、これこの時代ですからね。MP4 とか MP3 とかね。ね、あの、他にもファイル形式はありますけどね。MOV かな ?MOV か。これ Mac の、 えー、iPhone とか Mov とかな腐らんでしょこれねハードディスクあればもうずっとでしょ映像も劣化しないでしょんなん腐らないしでしかも在庫もねあのそうそうこれもすごいいいんですよいやこれがねいいんですじゃあラーメン屋行きましょうかラーメン屋がラーメン屋がラーメン屋が100人に 商品を提供すると思います。100, 100人に、えー、商品を提供する。そうすると、ラーメン屋さんは何をしなければいけないのかという100杯のラーメンを作らないといけないと。100杯のラーメン。100杯。100杯のラーメン。ラーメンを作ると。こ大変ですよ。100杯のラーメン作るの。こう茹でてね。スープでピってやって、ってやって。はい。デジタルコンテンツ。 何ができるんでしょうこう、100人のお客さんは、一つでいいっていう。一つ。一つですよ。一つでダウンロードでいけますからね。やばないですかだからもう1000人でも対応できる。一緒です。1000人でも1万人でも一緒。ダウンロード販売できるからね。一つでいいんです。でも、ラーメン屋の場合は100人に提供したとするならば、100杯のラーメンを作らなければいけない。もう一度言ますね。1000人に、 1000人にラーメンを届けようと思ったら1000倍のラーメンを作らないといけない。でもデジタルコンテンツだったら1個の商品をダウンロード販売で何,何人でも無限像にお配りできると。これすごくないですかこれやばないですかやばくないやばいでしょ <laughs> いや、これやばいと思う人い,い,いないですかね僕はすごいと思いますけどね。 だからね、あのガンホーさんは昔の話ですけどねパズドラでこの、ね、あれはゲームアプリアプリまああれですけどまあ上場したのかな昔ねあれもねあのガチャ問題問題になりましたけどもあのガチャとかやりたい放題じゃないですかあれデジタルコンテンツでしょあれもあんなのいくらでも作れるじゃないですか <laughs> であのね昔その問題になってガチャで何十万とかすげえ課金する人が出てきてみたいな。 ちょっとニュースになりましたけど、でもあれ提供しても、いくらでも提供できるんですよ。デジタルコンテンツだから。で、もちろんそのゲーム性は必要だったりとか、その動くっていうのはもちろんそのソースコードとか、そ,そういう裏側のやつは必要なんだけど、出してるものはデジタルじゃないですか。いくらでも作れるやん、みたいな。それは儲かりますね。それはめちゃくちゃ儲かるよ、それら。ね。あれは狂気の沙汰っすよね、ガチャ。 ガチャ回すんだったらドリアが入った方がいいと思います。<laughs> ガチャで何百万使うんだったらすいません、ドリアが。なんか今ね、ポケモンもすごいんですよ。いや、ポケモンカードもすごいらしいんですけどね。ポケモンガチャはあるのかなわかんないですけど。まあ、ちょっとドリアが入って勉強しましょう。はい。ということで、まあいろいろ言いましたけども、まあ、これからの時代はね、非常にあの戦国時代です。だからスモールビジネスを極めないと生き残れないです。 で、あとはスモールビジネスでも月収100万は普通に目指せますので大丈夫です。で、しっかりと濃いファンを構築して、しっかりと商品販売したりとか集客してどういうふにやっていくのかとか、商品はどうやって作るのかとか、全部入ってます。全部入ってるし、なおかつ20年のサポートもついてるし、今後時代が変わって、なんかいろんなノウハウだったりとか、時代の流れはかあの変わります。それもバージョンアップして毎月ね、講義の方を提供していきますので。 いや、これは入っとった方がいい。いいんですよ。20万値上げしてから入っていただいたの今見てる人は本当ラッキーだと思いますよ。マジで。うん。だってもう、この、僕60歳までこれやる、ドリアカ運営するって決めてるんですけど、もう一般販売しないですからね。本当に。はい。本コースも2年前に一般販売終了したんですよ。2年前の多分年末に、まあ本コースこれが最後のご案内になりますみたいな感じで、 一般でこんな感じでやるのは、もう本コースももうやってないです。ずっと。もうやらないですけどね。アドバンスコースももうこれで終わりです、はい。今後はもうトライアルコース入り口のみです。一択のみです。はい。な感じになりますので、今すぐね、やる気あるっていう方は、アドバンスコース一気に入っていただいた方がいいと思います。はい。な感じですかね。はい。では、まあ、一番目はこの辺で終わっておきましょうか。はい。あ、そう。 裏メルマガでご案内しますので、えっ、ー、と、裏メルマが登録しておいてください。では。